杉ぎし、または、ペサハとは、ユダヤ教の宗教的記念日。家族が、食卓につき、マッツァーや、セーデル等の儀式的なメニューの食事をとって祝う。期間は、座読歴では、第一のホデシュの14日。ユダヤ歴では、2、3月14日。ユダヤ歴は、退院退用歴であり、初日の2、3月15日は、 グレゴリオ歴3月末から4月頃の満月の日となる。聖書ので、エジプト記12章に記述されている古代エジプトでアビブの月に起こったとされる出来事に起源を持つ。エジプトの地で奴隷になっていたイスラエルの民がモーゼの先導でパレスチナの地に脱出した故事を記念する。イスラエル人はエジプトに避難した。 ヨセフの時代以降の長い期間の間に奴隷として虐げられるようになっていた。神は当時80歳になっていたモーセを民の指導者に任命して約束の地へと向かわせようとするが、ファラオがこれを妨害しようとする。そこで神はエジプトに対して銃の災いを望ませる。その10番目の災いは人間から家畜に至るまで。 エジプトのすべての遺言を打つというものであった。神は、日本の門中と、カモイに、コヒーツジの血がついていない家にその災いを望ませる、ことを申セに伝える。つまり、この名称は、日本の門中と、カモイに、コヒーツジの血のついている家にはその災厄が望まなかった、ことに由来する。この災事は、元は遊牧民において、冬の宿営地から、 夏の宿営地へと移動する際に行われていた、薬除けのための祭事が起源であり、杉越しとは関係のない祭りであったが、蒸気のようなで、エジプトにおける杉越しの伝承と結びつけられて、ユダヤ教の祭りとなったと考えられている。種入れぬ、パンの祭りも、また、起源は、杉越しとは関係のない、イスラエル人がカナンに定住するようになった時代の農業祭であったが、 杉越祭りと女高祭が共に種入れぬパンを食べる習慣を持ち、また祭りの時期も近かったため、二つの異なる祭りが併合されて一つの祭りとなったと考えられている。現在では行われないものと受け継がれているものがある。15世紀現代のセデル。ハガダー、キッパー、コーシェルワイン、セデルプレートと料理、付近。 マッツァー聖書の命令に従って、ユダヤ教では今日でも杉越祭りを守り入っている。このユダヤ歴の2315日から始まる一週間は、ペサハと呼ばれるユダヤ教の三大祭りの一つであり、ほとんどのユダヤ教徒がこれを祝う。期間中は、ハガダーという、で、エジプトにまつわる書物を読む習わしがある。この祭りの間、男子の多くは経験の証として、 キッパーという縁なしの帽子をかぶる。キッパーを売る店ユダヤ人がモーゼに引き入られて、エジプトを脱出した時の状況を伝える。で、エジプト期は、エジプト王の追跡を受けた、ユダヤ人集団はパンに酵母を混ぜて、膨らむのを待つだけの時間の余裕がなく、酵母を入れないパンをそのまま食べたと記録する。3月末から4月初めの1週間、ユダヤの人々は、 エジプトを脱出した時の記憶を忘れないよう、酵母で膨らませたパンを食べない。杉腰祭りの日の夕食には、以下のものが提供される。杉腰祭りの食卓で主催者の捧げる祈祷には、今年は、異教の地にあっても、来年こそは、エルサレムで、の文言が含まれる。ディアスポラで、全世界に離散した、ユダヤ人は、数千年にわたって、来年こそは、 エルサレムでの文言を毎年唱え続け、シオニズム運動の根拠となった。先霊者ヨハネはミニ州に対し、イエスキリストのことを世の罪を取り除く神の子羊であると紹介した。これは苦難の僕のことであると返されている。その他の様々なヤハウェの預言者も民の罪をあがなう神の子羊をユダヤ教聖書に預言している。そして、 ナザレのイエスが不法に処刑されたのは二三十四日であり、民を罪から贖うための犠牲の子羊はイエスキリストであったと神の霊感により様々な著者を通して書かれている。注釈出典キリスト教、ありがとうございます。